プリシー高梨一希です。フェアリーゴッドマザーアイズメソッド15色の才能、高梨一希の黒色の才能を伸ばす遊びということで、黒色は科学の才能になります。メソッドを深めて遊んでいる様子の動画になります。よろしくお願いします。赤色の才能の目は怒るとか叩く、泣くとか切れる、そういった形で現れます。そこにグッドプレゼントをあげると力持ち、パワーとか体力のある人になります。そして肯定感が生まれ、自己肯定感が生まれ、自分を鍛えたり人を助けたりします。その能力を、自分で自覚すると、それを自分を幸せにするためのアスリートに使ったりとか、いろいろなこう武道を習ったりとか、これが自己貢献、そして社会貢献の方が人命救助や、力を使って人を助けるなどをしていきます。それに対して才能の目、むき出しの感情である怒る、叩く、切れるなどにバッドプレゼント、叱ってバッドプレゼントを与えると暴力的により切れやすい子になります。自己否定感が高まって自分を傷つけたりとか他人を傷つけたりといった行為に出ます。そうして自己喪失に至ると自傷とか、それから自殺といった行動に出、社会や他人に依存をするとパワハラだとか殺人だとか、暴力を振るう団体に所属したりとか、そういった形になっていきます。オレンジ色の才能の目、むき出しの感情は意地悪、悪口、いじめ、愚痴など出てますけれども、それに対してグッドプレゼントを差し上げるとプライドのある子に育っていきます。私ってすごいのよっていう根拠のない自信ですね。で、自己肯定感が高まると自己表現力を磨いたりとか、自分のプライドにかけて人を楽しませるといったことになります。で、自己需要は自己表現をする人になりますね。で、他者貢献とか、それから社会貢献は演奏家やダンサーや歌手といった自己表現を使ってお仕事をする人になっていきます。オレンジ色のむき出しの感情である意地悪や悪口などを叱る、バッドプレゼントを与えると悪口や愚痴を言う子になります。で、自己否定感が高まってより他人を攻撃するとか、それから、そうですね、極度の恥ずかしがり屋さんになるとか、で、どうせ自分なんかというふうにいじけるようになったりとかですね。で、他人、他者や社会に依存する場合は、徒党を組んで仲間外れにしたりとか、いじめたりとか、モラハラとか、マウンティングとか、そういった行動に出ていきます。黄色の才能の目であるむき出しの感情はぼーっとしているとか忘れ物をする、集中力がないなどで現れますが、それに対して、こう容認していく、褒めていくようなグッドプレゼントをあげると創作力のある子に育っていきます。で、そうすると自己肯定感が高まって自分の頭の世界のものをこう表現するようになりますから、創作をして、自分自身が楽しませるとか人を楽しませるといった形になっていきます。実行需要としてはそれが創作活動になっていろいろな作品を生み出していきますし、社会や他者への貢献としては画家や作家、デザイナー、絵師さんとか建築家やクリエイターなどになって、人を幸せに導いていきます。ぼーっとするとか忘れ物などの、むき出しの感情を叱ってしまうと自己逃避をするようになりますので、
自分の世界に入ってしまう、自分の世界だけに入ってしまって自己否定感が高まり、アニメや漫画、ゲームやテレビをこうずっと見続けるとか、現実を見ないようになりますね。現実と空想との世界の区別がつかなくなってきます。そうすると自己喪失の場合は古代妄想癖があるとか、それから受け取るだけの、自分では表現せずにいろんなこうメディアのものを受け取るだけのオタクになったりとか、夢の国に逃避をしたりとか、そういった形になり、他者や社会への依存としては被害妄想とかゴミ屋敷になってしまったりとか、そういった形で現れていきます。続きの色は次回の動画に続きます。最後までご視聴いただきありがとうございました。 I appreciate 高梨いつきでした。じゃあまたね。バイバイ。